はい、今日はですね、保健所で、脳障害だと判定されて、譲渡対象外になった、子、雑種ですね、あの鉄くん、その子がね、なかなかね心開いてくれない、きちっとね思うようにね。だからねちょっとわさびちゃんの手を借りてちょっとねやっていこうと思ってます。はい、犬を使ってリハビリですね。はい、まずいけると思うんですが、お初なのでちょっと要注意です。はい、そういう動画です。はい、はい、今日はね鉄くんわさびちゃんとちょっと交わらせてみます。犬に対してどうなのかっていうのと、あとなかなかね、心開いてくれない人間にね、それでちょっとね、犬を使って、リハビリしていこうと思います。はい、うんちかな、うんちこんなとこでせんといて、まあええわ、後で取る。はい、どうぞ。はい、ちょっと切りますね。はい、いきますね。多分大丈夫。はい、わさ頼むぞ。はい、ゴー。あらあら何ですかそれ。あちゃ、ちょっと出てくる前待ったって。シャイ、帰ろうとしてる、帰ろうとしてる。それはやめて、動画 NG にまたなるやんか。あんた NG ばっかりでな、頼むで鉄コン。まあちょっと無理には出さない。無理に行くとねやっぱり、警戒心出ちゃうんでね、何か事故のもとですね。はい、ほっ、はい、来た。はーい、おしゃお願いします。どういう方向で行きますか、わしゃびさん。わしゃびさん、どういう方向で行きましょうか今日は。はい、先生。はい、タイさん、やめてそれ。鉄くんちょっとね興奮気味ですね。まあ仕方ない、これはね。まあ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 ですね、興味なし、全てに興味なしなんかな。人にもあまり興味を示してくれずに、犬にもフェンス越しではね結構ね尻尾振って見てやるんですがね。ちょっと緊張かな。行きましたね、わさび頑張れ。さそたって、もうちょっと上手にさそたってくるよ。確認ですね、わさびね。すごい緊張してやる。わさびリラックスですね。わさびもねこういう初対面の子にはねすごい緊張するんですがね、今日はリラックスですね。はい、鉄くんがかなりですね、かなりですね。ちょっと落ち着くまで行動始まらないかな。わさび、お前仕事せーよ。お前いつもそれするやろ、仕事せんと。見てんの、様子見てんの。もうちょっと仕事してくれな君。わさ、お願いします、お願いします。わさびさん、わさびさんお願いしますね。まだなの、まだタイミングがまだなの。おお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 、バックバックバック、エビさんやないかそれ、エビさんや。あら、迫力がないですねこれね。どう変わっていってくれるか、わさびがどう導いていってくれるか。はい、
わさびもうおしまいじゃないよ、お芝居じゃないよな、わちゃんお願いしますね。君てつ来い、あかんね、ダメね。はい、てっちゃん、金てっちゃん、てっちゃん、金てっちゃん、ダメ。ちょっとね、この子ね、やっぱり神経質、かなり神経質な子ですね。すぐ下痢する、変わったことやったら。だから今日はまた下痢でしょうね、この子ね。結構ご飯はね結構食べてくれるんですが、下痢が結構頻繁に下痢して、整腸剤頑張って やってるんですがね、なかなかね身についてくれないと思う。環境に慣れてくれないね。って感じですね。どうなるんでしょう今日は。あなたもうちょっと遊ぶ子が必要かな。わさびもね調子乗ったらいいんやけどね、調子乗ってくれないこの子、これね。どうでもいい子、どうでもいいんですか、おたくね。えもしもし、わさびさんわかんない、何も起こらないです。はい、お互い干渉しなかったらね、どうなっていくんか、犬と交わったらどうなるんかっていうのを見れないですね、これね。チェック、要チェックしてくださいね、要チェック、チェックね。乗ってきた。やめ、わさびの方が強いですね。ダメね。ちょっとリラックスしてきたね。リラックスしてきたね。わしゃー、お願いします。だいぶリラックスしました。ね、どうしましょう。わさびさん。頼むわ。なあ、頼む。動画撮ってんねん、ほんで。なあ、お願いします、わさびさん。なんかしてください。ねえ、お願いします。水飲んでんの。はい、何してんのお前。ようここでねこういうことするんやけど、何もないんですけどね、よくしますねこういうことね。それね、穴掘っても無駄なの。金網ね地面まで埋めてますから、穴掘る人のために。何も起こんないですね。一人がいいんかな。孤独よあなた。人間にもそういうふうにあまり寄ってこなくて、犬にもそれなら孤独よ。孤独。新聞や。新聞開いとくわ。なんかお互い干渉せずに、ちょっと僕がいけないんかな、ちょっと離れといたら。おやめるんやな、
遠慮かな、また興奮しちゃったな。うち、難儀な子やね君、難儀な子。わさびも難儀な子。てつくん、何も起こんないねこれね。ってことは僕がプレハブの上に登ってみますね。僕が行けないかもわからない。うっ、よいしょ、どうかな。ダメ、はい。迫力のない何も起こらない動画になってしまいました。はい、ちょっと切りますね。はい、相変わらずですね。ちょっと時間置いてて、てつくんがねどっか行っちゃって、プレハブの裏に行っちゃって出てこなくなって、はい、でまた出てこられて、なんかなる、何か起こしてくれるかなと思ったら笑顔で何も起こしてくれません。はい、でわさびは相変わらず関わってないです。はい、こういう感じかな。下にですね、今はねねちゃんかな。ねね、降りていった。カメラに映したろう思ったのに、ねね降りていったの。ねねちゃんも入れたよかったな、こんなんやったら。何も起こらないですねこれは。はい、何も起こらない、何も起こらないのがいいとしましょう。はい、はい、てつくんでした。まず一投目、わさびちゃん、やってみました。この後がね、この反応のなさでね、次どうしようかって悩んじゃいますねこれね。野犬たちかなと思うんですけど、ちょっとね体格が違うんでね、体格差あるんでね、どうなっていくかがわからないです。はい、まずちょっとわさび慣れしてもらおうかなと思いますね。おおおおお、変化がありましたね、変化がありましたね。急にはしゃいだらそりゃ怒られるわお前も。急にはしゃいだらあかんよ。反省、去っていきましたよ。せっかくなあ、わさびなあ、急にそんなんされたらそりゃ怒るわなあ。ちょっと経験のない子かな。どうしたらいいかわからない感じですね。まず、揉め事は起こさないような子だなと思いました。次ね、野犬の女子かなと思いますね。それでどうなるか、とかね、いろいろ考えてやっていきます。はい、いつもご視聴ありがとうございます。こういう結果になって申し訳ないです。はい、失礼します。はい、はい、僕がいない方がいいですね。それと声もダメみたい、すごい神経質ですね。ちょっと無言で撮ってみますね。はい、またエビさん、エビさん、
あーさあ、あーさにやられてますね。よ、ついていけついていけ。ってとこですね、やはりね。ってとこですね。よ。って感じですね、やはりね。ちょっと焦らず行きますね。はい、だいぶ近づいたんですけどね。まだまだですね。待って、エビさんしてる。エビさん、まあ喧嘩にならないでしょうね。はい、ということで、ありがとうございます。はーい。